アメリカヒキガエルは、ヒキガエルかヒキガエル族に分類されるカエル。未判定外来生物。種小名アメリコネスは、アメリカのノイで、和名や英名と同義。アメリカ合衆国東部、カナダ南東部部補アメリコネスアメリコネス体長5から11センチメートル。体色は褐色だが、黒や赤の個体もおり、変異が大きい。背面には不規則な暗色の紋が入り、小中線に、 名色の筋模様が入る個体もいる。皮膚はイボ状の突起で覆われる。草原や森林、農耕地、民家近く、都市部等幅広い環境に生息する。陸生で繁殖期以外に積極的に水場に近づくことはない。夜行性で昼間は石や倒木の下等で休む。植生は動物食で昆虫類や接触動物。 甲殻類、陸生の貝類、ミミズ等を食べる。素早く舌を伸ばして獲物を捕らえ飲み込む。繁殖形態は男性で3から7月に地上の水草や石の下等に長い紐状の寒天室に包まれた1階に4000から8000個の卵を産む。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されていた。しかし2005年に、 外来生物法により、本種を含めたヒキガエル族が未判定外来生物に指定されたため2007年現在輸入は停止している。ありがとうございます。